今回はワイルドリフトのザイラを使ったサポートでの運用をご紹介していこうかと思います。ここ数日このアカウントもマスターからグラマスまで上げたアカウントになりまして、ほぼほぼサポートで、しかも明治サポートで上げた感じですね。一概になんとも言えないですが、自分でミッドレーンジャングルしてスーパーキャリースコアをするよりか、なぜか明治サポでホヘホヘしてた方が勝てるというところがあるので、最近は明治サポ推しですが、決してこれが強いとはちょっといい、弱くはない、評価が低い割には頑張れるキャラクターですし、レーン戦も突っかからなければ強いですね。明治サポってそういうもんですから、しっかりと敵のスキルを避けながら突っかからないようにダメージトレードできれば、植物も相まって割と強いですね。実装当初からはかなり弱体化されているような状況ではあるけれども、やはり植物3スキルウルとグッドですね。認識がちょっと微妙かなと思いますが、それにしても強いですね。パソコン版では、ジャングルザイラなるものがありますが、そもそも仕様が違いますので、こっちでできなくはないけど決して強くはないですね。で、こんな感じで敵のスネアだったりとかフックに突っかかった場合は、敵のマークスマン側を止めてあげればダメージ取れて割と、マイナス、どえらいマイナスになることは回避できるのかなと思います。今もゼリが AA できなくて、こっちで2人でフォーカス合わせてグッドでしたね。今リコールするタイミングは基本みんな自分でリコールしちゃいますけど、マークスマンと一緒にリコールするのがベーターですね。結局1人で残ったりとか1人でレーン復帰したとしても、サポアイテムのおかげでお金が稼げませんので、いいことがあんまりないと思います。で、植物何が素晴らしいかって、視界が取れるのがめっちゃグッドなんですよね。で、特に3スキを使った、ブッシュですね、フェイスチェックする必要がなく、かなり遠くからめちゃめちゃ遠い視界を取ることができるのがかなりグッドですね。で、サンフラもかなりやりやすいので、サンフラ絡めたもうダイナミックな、攻めのフラッシュをザイラは多用しますね。ラックスとかでも同じことができるんですけど、やっぱウルトの性質上、圧倒的にザイラの方が瞬間的な火力は出しやすいですね。ただ、いっぱい明治サポいるので、どれがいいかと言われたら何とも言えないですが、ラックスも強いですし、なんだったらモルガナも問題なく強いと思いますね。ブランドはちょっとナンセンス、セラフィンはあまりにも柔らかいですね。ただ、見上げするとめちゃめちゃグッドなので、またセラフィンの見上げもどっかで一回動画にしようかなと思います。最近これプレイ時代が私ベトナムなので、サーバーもベトナムなので日本の方と当たることはないんですけど、ベトナムさんはマジで今かっこいいですね。特にラックスのマップアップが圧倒的に多くて、なんだったら TikTok で配信しながらマップアップしてますから、やりたい放題ですね。一応動画の概要欄にさすがにちょっと載せるのはあれなので、Twitter に上げやりますので、今日中ぐらいだったら私の Twitter 見てこれば、マックアップの、ライブですね、URL は載せておきます。オブジェバトルの時もオブジェクト、植物が持てますので、そこもやりやすいというか、いいところですね。人数が足りない、自分が生き残っててジャングラーと2人だけみたいな時で、やっぱジャングルもタンク寄りな方今少ないですので、そういったところを選ばれた場合でも植物が、バロンとかヒルダン後半だと持ってくれたりしますので、スキルはやはり圧倒的に1上げ、3がサブ、2サイド、2がマジで使い物にならんとちょっとあれですけど、本当クリセプ持った時のスロー用みたいなもんですよね、対象指定で。ただ植物クリセプがめっちゃ強いですね。ランカーが仮面が初手作ってこと多々あるかもしれないですけど、圧倒的にやりやすさで言ったらクリセプ仮面の順番の方が強いです。で、さっき言った3スキのチェックですね、この茂みではなくて敵側の奥の方のブッシュに対して3打つと突っかかるんですよね。で、これオールにできるんでめちゃくちゃ強いんですよね。これ半分ぐらい安全圏から飛ばすことができるチェックになるので、これはちょっと覚えておいてもいいチェックの仕方だと思います。で、一応タワー竹取るときも植物優先でタワー竹取ってくれるので、ミニオンが入る前に先に植物出しておけばタワー竹2回分だけ吸えたりするので、そこもいいのかなと思いますね。移動中です。ただスキルの回し方は、正直1と3打ってから、ウルト打った方が植物的な金はいいかと思うんですが、正直そこまでなんかだいぶパソコンとここに違うので、特に順番は好きなように打っていいと思いますね。なんだったらウルトから入っても速射速ダメージ、スローと仮面が両方全部入ってくれるので、発生すごい素晴らしく AOE 広いのでグッドです。そこも本当にこのチェックやばいですね。
マジめっちゃだるいのと、クリセプが入った時のこの植物が本当に煩わしさ半端ないので、サポの中ではかなりいいですね。まあ、モルガナの沼もいいですが、あっちは範囲からずれちゃえば関係ないですけど、こっちの植物は結構なエリア営業してきますので、割と私の中ではかなり評価が高い、サポートですね。まあ、ただいかんせんマジで体が柔らかいので、そこだけはマジ注意っていうところも含めて、仮面クリセプですね。クリセプ仮面で1ペルトと、エンチャントに関してはちょっとなんかこうお好みですが、私は最近マグネットを踏みなのでやりますが、まあ、スペーシスでもいいし、シールドでもいいし、リリーのメディオ何でもいいと思いますね。でこういった奥側の、オブジェ裏側のブッシュに対して視界を取りに簡単に散策に行くことができるので、この距離からだと、まあ、敵に突っかかることもないですから、まあ、こういった視界チェック散策は結構こまめにやることを覚えておくと、これまたいいですね。で見つけた場合スローが、まあ、もちろんクリセプ作ってるのに入るので、そこからずっと敵に逃げづらくなります。今のシーンももうオールインしてウルト突っかけてるので、まあ、それでクリセプのスロー入ってますから、マジでこの辺使い勝手がいいですね。まあ、強いてるミスキーがちょっとポンコツかなと思いますが、まあ、現状あんまりバンされるピックでもないし、どっちかというと弱めで、若干のバフがこの前入ってましたが、柔らかいんですよね。だからついついどうでしょう、1スキャー当てようとしてみんな前に出て突っかかって死んでしまうみたいな、まあ、セナとかと同じような感覚というとちょっとあれですけど、やっぱりかなりペラ気味でフィードしてるザイラをよく味方だと見かけますし、敵でもやっぱりなんかあんまり頑張ってる感じはしないですね。だからマジ強いです。このエリアでスローと仮面が出るのってインチキちゃいます。敵を倒しました。なので、まあ、ぜひとも、まあ、ザイラサポおすすめとは言わないし、これで勝てるよとは言いづらいですけど、メイジサポするんだったら、まあ、これ一つの選択肢としてもいいのかなと思うぐらいの感じですかね。まあ、来シーズンのことザイラで遊ぼうかなと思います。でなんだかんだの、仮面も効いてくるので、ギルドの組み方に関しては基本的にさっき言ったクリセプ仮面がマストで、その後が、まあ、あまりにも回復が多ければ早めに阻害ですね。で時点で OK かぐらいですかね。あハットはあんまりなんかなくてもいいかなと思います。結局そのハットを早いうちに作っても火力が出るからキルラインが美味しく見えちゃって、無駄に前に出てその結果余計なデスを取るみたいな、だったらおとなしくタンクしとった方が良かったっしょぐらいな感覚に強いものがある。例えば波とかあの辺ルーデン作って確かにするよりか、おとなしくサポアイテム作って回復前とかが強い、まあ、トータル的にダメージも出るというところがあるので、やっぱりプリセプ仮面マストからの、まあ、残りの装備があれですけど、私は結構やっぱ仮面リフトメーカーでダメージやっぱ漏れますので、もう結構好きですね。カットはなくていいんじゃないかなという説を推したいです。まあ、あとは敵にハイドがいるようであれば、例えばホライナフォーカスで透けさせてもいいし、そんな楽はないですね。あまりにもちょっとしんどいようであればクラウン早めに積むとか、この辺リンクを返してもいいですね。まあ、こういうシーンも組んだりだったら、まあ、ケインだけでしんどいかもしれないけど2人で簡単にやることができるというところで、以上ザイラサポートでした。